目線拾います。ここは後ろから栗本行ってボールを奪い切った。そして柴山からスルーして中野のシュートだ。追いついた。大宮追いつきました。中野実に22試合ぶりの得点。追いつきました大宮。40分です。これぞ大宮の攻撃っていう感じですかね。そうですね、はい、まずこの後なんですけど敵ボールになってこのトランジション切り替えのところで栗本がすぐに奪い返しに行くんですよ、はい、先のその後奪った後に縦早いですよね。この仕掛け柴山もいいですし、うん、柴山がボール持った瞬間にこの2人の中野誠也と、はい、この後ですねボールをすぐにちょっと相手がこう迷っていって、うん、奪い返してここの瞬間に中野誠也と右サイドに富山がアクションすることによって真ん中のスペースを空けている、はい、中野誠也も相手に向かってスプリントブレイクする動き あとは吹かさないようにグラウンダーにした素晴らしい一連ですね。ようやく今シーズン2ゴール目になり